皆さんこんにちは、ZenHub です。このビデオでは ZenHub を使った GitHub でのスクラムについて簡単に紹介します。 ZenHub におけるスクラムチームのワークスペースがどのようになっているかを見てみましょう。ここにはスクラムボード、スプリント、レポート、バーンダウンやベロシティを含むレポートがあります。またバックログのリファインメント、スプリント計画、デイリースクラムの実行方法についても見ていきましょう。では始めましょう。スクラムチームが GitHub のイシューを使って作業を始め、 GitHub のプロジェクトを試してみたところ、それだけでは足りないことに気づき、 ZenHub を追加したというシナリオです。スクラムチームのワークスペースが表示されています。最初に表示されているのはスクラムボードで、好きなように列を定義することができます。ここにはエピックの列があります。エピックとはスイカのスプリントを必要とする作業の集まりのことです。このボタンをクリックするとエピックに含まれるイシューだけを見ることができ、優先度の高い目標について何が起こっているかを把握することができます。スプリントといえば、ZenHub のオートメーテッドスプリンツ機能を使うことで、スケジュールに沿ってスプリントを作成することができます。手動でマイルストーンを作成する必要はありません。ZenHub は未完了の作業をあなたに代わって移動させ、バックログをもとに自動的に新しいスプリントをチームのベロシティに応じて作成します。もちろん、取捨選択の最終判断はあなたが行えます。スプリントはレポートと連動しているので、バーンダウンやベロシティをすぐに確認することができ、自分やスクラムチームの状況を正確に把握することが可能です。次のスプリントを計画するときには、平均ベロシティをチェックして過度のコミットを防ぐことができます。さらに ZenHub では、複数選択が可能なので、一度に多くのチケットを更新することができ、ボード機能がより便利になります。ZenHub には素晴らしいリファインメントビューがあります。イシューをクリックすると、チームでプランニング効果を行い、ユーザーストーリーに見積もりを割り当てることができます。次のスプリントに割り当てることもできますし、プロダクトバックログに入れて最上位に表示し、次のスプリントに確実に割り当てることもできます。ZenHub を使えば、デイリースクラムを簡単に実行できます。パイプラインを折りたたんで、チームに集中しましょう。サイドバーを折りたたんで、ボード全体を見渡せるようにします。ここでアサイニーで絞り込んでみましょう。昨日26番を完了し、スプリントレビューの準備ができました。今日は3番に取り組んでおり、ブロックされていません。といった具合です。スクラムマスターにイシューをスクラムオブスクラムに割り当ててもらいたい場合、ブロックパイプラインを使うと便利です。また、着手した作業のうち、最新の状態でない作業を簡単に見つけることができます。これは着手中の作業なので、進行中に移動させましょう。それから先ほど触れたエピックですが、これはロードマップの元になります。長期的なプロジェクトの状況を一目で把握することができます。ロードマップはバーンダウンのように機能します。プログレスバーが今日の日付の右側にあれば進捗が進んでいるということです。プログレスバーが今日の日付よりも左側にあれば遅れているということです。プロジェクトの進捗が遅れていた場合、ブロックされている場合は赤色で、リスクがある場合は黄色で表示されます。最大のメリットはフリクションがなくなるという点です。外部ツールでチケットを更新させるようチームにお願いして、喧嘩する必要はもうありません。チケットは GitHub で管理できます。イシューがクローズされると、チームの運営に必要なレポートやロードマップが作成されます。ZenHub は GitHub で妥協なしにスクラムを実行するために必要なものを全て提供してくれます。zenhub.com で無料でお試しいただけます。ご覧いただきありがとうございます。ぜひご登録ください。